すっごい安い PS3 のコントローラーを買った。あんまこんなところに。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがね、行方不明になったので探してたんですけどカバン積み上げてる中にいた。クローゼットの中のね、カバンの中にいました。なんか空いてるなとは思ったんだよな。クローゼットで遊んでて疲れてカバンの中で寝るんだと、そういうことらしいです。やめて取らないでって言ってる。あっち行ってって感じ。あ、わかったよ。じゃあゆっくりおやすみなさい。そこのドアは閉めないでねって感じ。あ、わかりました。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。お元気ですか皆さん。今日はね、すんげー、安いサッカーコントローラーっていうね、コントローラーをね、ライブ中に教えてもらって、こういうコントローラーがあるよっていうことで、で購入いたしました。 PS3 のね、有線コントローラーです。サッカーコントローラープロ3っていうことで1300円でしたね。税込み送料込みです。めちゃくちゃ安くないですか。なんかね、ファンクションボタンっていうのもねついてて、なんかボタンがたくさんついてるらしいんだよね。まあこのボタンにね、いろいろ設定ができるみたいで、あとまあなんか特別仕様の左右スティックって書いてあるけど、評価見るとスティックはねあまり良くないって書いてあったんだよね。で背面にさらにねスティックがついてるのよ。これがねちょっと面白い、特徴でございます。サッカー用に、まあ、作られたコントローラーということなんだろうね。まあ、というわけでスティックの調子が悪いんであれば、もうスティックの部分をね、改造して、まあ普通のやつに交換しちゃおうかなと思っております。まあとりあえずね、使用感を、ちょっとね見てみましょう。外はねだいぶ日に焼けてたけど、中は、大丈夫ですね。あ、こういう侍カラーか。侍ジャパンのね、カラーですね。あ、まあスティックね、そんなに悪くないけどな。これだったら、他のコントローラー、安いコントローラーの方がもっとひどいかな。まあ、彫りのコントローラーなんでね、そんなに悪いことはないんだろうけど、ちょっとね、説明書見ながら見ていきましょう。ファンクションボタンについてということで、初期設定ではファンクションボタンを押してる間はスティックの動作が少し遅くなるのかな、鈍くなるみたいな、そんな感じかな。でボタンの割り当ては、丸×三角四角 L1、L2、L3、R1、R2、R3 ボタン、まあほとんどできるってことだよね。しかも同時押しでやるようなボタンもできるっていう感じですね。なるほどね。面白いですね。ゲーム実況やってるとね、どうしてもバッテリー切れが嫌なんでね、有線コントローラーがいいんだよね。で、こんな感じでファンクションボタンがついてる。で、スティックですね。スティックは、方向キーと、あ、これね、L スティック、R スティック、
に割り当てることができるみたい。このスティック、今親指で触ってるやつ。これどうやって持つんだろうな。あー、こんな感じか。人差し指か薬指で、プレイする感じみたいですね。面白いね。で、このスティックの配置ね、皆さん気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、プレイステーションのね、コントローラーの、感じじゃなくて、スイッチと同じ感じなんですよね。私、スイッチね、プレイすることも多いので、まあ、この形の方がいいかなと思ってね、この配置のコントローラーを選びました。まあ、サッカーコントローラーってこういう形みたいね。そういうのがあるのは知らなかったんで、あれなんですけれども。で、これで、滑り止めですね。これ結構ね、しっかりしたものが最初からついてる。これで1300円なら安いと思うな。本当はね、分解して、スティック部分のね、部品を交換しようかなと思ったんだけど、いや、十分平気だぞ。まあ、壊れたら修理する形でいいかな。まあ、このカラーがね、一番安かったかな。まあ、1300円だからね。まあ、JFA のロゴが入っててもいいよっていう人であれば、安く購入できます。これね、滑り止めがついてんだよな。いや、でもね、これ、滑り止めなのかな？ベトベトしてるだけかな？ちょっとね、なんか微妙なんだよね。この下のところだけベトベトすんの。ちょっとね、面白い。けど、気に入りました、これ。電車とかね、そういう機能はないみたいなんだけど、まあ、ライブ配信とかでね、プレイするには、すごくいいかも。というわけで、格安コントローラーでございました。今日もね、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやーね、まあ、ネタ切れなんでね、まあ、こういう形になっちゃったけど、まあね、いいコントローラーでした。またね。